あいつ負けっかな。いや、8秒も早いだと。勘弁してくれ。兄貴が全開ドライブするとこういうことになるのか。恐ろしくなってきたぜ。今夜のバトルは伝説になる。まだ匠が頭取ってるみたいだな。よっしゃ、行けますよ先輩。ああ、でもどこまで持つか。え？何しろ相手は高橋涼介だ。俺は匠が無事に下まで走り切ってくれればそれでいいよ。いくら全開で逃げてもぴったり食いついてくる。どんなにすっ飛ばしても突き放せない。ダメだ、このバトル負けるかもしれない。高橋涼介、俺なんかが到底勝てる相手じゃなかったんだ。負けたくねえけど俺は負ける。